着物ね、ちょっと朝起きて。着物よりも気持ちいいですよ。ああ、そうですね。お手前もね、綺麗にね、おやりになるんですよ。 あの、松風、釜の煮えたげる、お湯の煮えたげる音を聞きながら、一服差し上げますということでございます。 あの、お香の方はね、あの、琵琶でして、あの、ちょっと古いもんで、作詞は分からないんでございますけど。お食べください。食べにくいですか。甘いでしょ。名古屋のお菓子なんですよ。名古屋っていうところ。はい。新潟じゃなくて名古屋。 上手なんですよ。